はいどうも、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、今回言っていく内容はついに1000レベルを超えるですね、超えることがほぼ確定したんじゃないかなと思います。見てください、これ敵のレベル。悟空が1200、フリーザが1320ということで、ほぼ確実に1000レベルを超えることが決定してたっていう感じですよね。うん。で、何やったかいな、ソウルブースト2集めんのですらすごいしんどかったのに、ソウルブーストの3とか4とか結構出てくるんじゃないかなっていう気がします。はい。でね、これあと何個だっけな、あと何個だ、あ、これか。はい、これ決定するでしょ。これ全部空いてるんですよ。全部空いてる、空いてるね、空いてるんですけど 98% と、アデプトがね 98% で、真ん中が空くわけですよね。これがどういうことかというと、もう冒頭でも言った通り1000レベルを超える、アップデートがそのうち来るんじゃないかなということがほぼ確定しました。はい。いやー、いやですね、ソウルブースト集めんのすごい大変で、もうね、決勝何個あっても足りねえよっていう感じだったんですけども、ただ最近の、ミッションあるでしょ、ミッション、それでソウルブースト2が結構簡単に集まってきてるんですよね。うん。なのでもう時間の問題なのかなと思います。はい。なのでまあ早急にレベル1000のキャラクターを育成して、アデプト 98% までいって、おやって思った方いっぱいいると思うんですけども、まあ、そういう方はね、周回用のために決勝と、まあ、スキップチケットですよね、その辺を頑張って集めていったらいいんじゃないかなと思います。はい。それでは、今回本日の PVP ということでやっていきましょう。まあパーティー適当です強いのがこの辺なのかなと、まあ、シャロットがパンと入れ替わるぐらいなのかなという感じですね。はい。まあ、お相手オール戦ですね。どうしようかな。まあ、黄色に有利取れる悟空、いや悟空から入るのはダメか。緑がいないですよね。緑がいない、おらんから、ベジータは使わないとして、まあフリーザからいっちゃうか。フリーザ、悟空、ピッコロ、こういう感じでいきましょう。はい。もう異色のコンビですよアニメとかじゃありえない。まあ映画とかでやったらね、映画っていうかね、最近のドラゴンボールだとフリーザと悟空が共闘したっていうことで話題になってたんですけど、うん、まあ、今までのドラゴンボールだとありえない構築がゲームではできちゃうと。素晴らしいじゃないですか。はい。対戦よろしくお願いします。まあ、ブロリーですよね。あー、やられましたおい、あー、ちょっと待ってや。まあきついなこれ。ただまあピッコロすごい硬いんで大丈夫でしょう。ほい、避けてと。ほい、突っ込んでいきます。ふいふいほいほい。変えなくてよかったな。変えてよかった。あーダメだダメだ、それはダメ、それはダメ、いっちゃんダメ、いっちゃんダメな変え方。変えて。はい。ほいほいほいと。まあ、ここは攻撃に徹しましょうか。おりゃれれれれれあと。これ必殺技まで入るかな。ほい。OK。ナイス。しっかりと必殺技決め込んでいく。ライフは少ないですよ、もう。あ、マジ？これ避けれないな。じゃあ緑で。はい。正直これ読んでも仕方ないところあるんだよな。もう運だからな。まあ、これは悟空落とされましたね。さよなら。お疲れ様でしたということで、はい。まずいですね。ナイス、いいですねラッキー。ほい、突っ込んでと。前に詰めて、かかったね。死ぬのはお前だ。
いやつだ。必殺技入るんじゃない？入んないかこれ。まあ有利なんでガンガン行きましょうか。詰めてとピッコロにちょっとね、ピッコロちゃうわ、ベジータにちょっと打ち込んでいきたいですね。避けてと、よし、はい、射撃圧突っ込んでいいんじゃない、はい、ラッシュと、今楽にしてやる、気力貯めて、まあベジータに変えてくるならいいでしょう。まあできればコンボの中にライジングラッシュを組み込んでいきたい。 OK、 これでライジングラッシュいきましょうか。ライジングラッシュ変えてくんじゃないか、変えてこないか、うーん、ラッキー。じゃあまあ必殺技で加藤生物がチュンチュン、ナイス、危なかった。ちょっとね、気弾にしようかなって一瞬頭をよぎっちゃいました。ギリギリセーフ、悪くない。ピッコロに変えてと、謝っても許さねえぞ。これ避けれるよ、思ったよりやってくれるじゃないか。 OK、 しっかりとずらしていくと、気弾連打してみる。 OK、 いいね、入るよね。よし、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。うわすげえ、相手強いんじゃないこれ相当強いと思うんやけど、うーん、まあ頑張っていきましょう。そしたらまあピッコロ、ブロリーで、あとなんかっていう感じかな、ベジータかな多分。なのでまあフリーザ、ベジータ、ピッコロ、これでいきましょうか。対戦よろしくお願いします。まあ ここの勝負の鍵はなんかフリーザな気がするな。相手の構築次第やけどね。さあやっていきましょう。ポポさん本物かな本物かな。相手相当ソウルブーストを積んでるな多分。ああやられた、これよけれね、はい、詰めてと、ほい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 、これ避けれない、ギャリック砲、 OK、 素晴らしい、いいね、避けてと、ピッコロか、これは避けれない、これは仕方なし。ただ相当ベジータ減らせたんで、まあまあいいんちゃうかなって感じですね。はい、王子のプライド粉々にしてやる。 OK、 これギャリック砲までいくか。ギャリック砲キューン、ピッコロに当てたいな、ライジングラッシュ、ここ入れ替えるか、うん、ダメージ軽減していく、なんなら回復も挟んでいいかもしれない。うーわマジか、くっそ、これは守れたらでかいぞ、守れたらでかい。いやー射撃かー、これピッコロ落ちたらまずいぞ、マジでマジでまずい、落ちないんじゃない、よしよかった、回復挟む、思ったよりやってくれるじゃないか、避けてと、あ、これライジングラッシュいきます、ライジングラッシュ、よし打撃でピッコロ拳で対抗します、ナイス、これは落とせた、よしピッコロ落とせたのでかい、回復使ってないんでね、これめっちゃでかいぞ、これ避けれるんじゃないか、あ避けれないかしゃあないな、まあフリー属性じゃないんでいいでしょう、粉々にしてやる、ほい、避けていく、必殺技勝ち割ってやろう、これで多分一発で落ちるんで気力ゲージちょっとキープしていくか。ベジータに変えて、これ避けれそう、避けれないか、まあまあまあこれほぼ勝ち確みたいなもんでしょう、はい、ん、あら落ちちゃったか相手の通信が不安定です、あーらら切断されました、はい、切断されたか、まあ、地下鉄乗ってたかそういう感じじゃないですか
はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手のパーティーも前半でほぼ確定ですね。じゃあ青悟空、フリーザ、ピッコロでいいかな。これでいくか。はい、対戦よろしくお願いします。ほい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 、一気に削っていこうか。ここね、フリーザには入れ替えません。ほい、さあバトル、これ下手くそなんですよね。よし、よかった、ありがたい。ふざけやがって。さあ気力貯めてと、こう突っ込んでみるか。うん、まあ無理だよな。ミスった。おお、早っ、早っ。これは残念。早いな、早急にライジングラッシュ貯めてきましたね。多分変えてくるよね。はい、いいね。いやー、ミスった。まあただ硬いからな、カッチカチやからね。カチカチ山やから大丈夫やと思うけど。ほい、避けてと。 OK、 魔漢光殺法まで入れてライジングラッシュ行こうか。あー、これ避けられちゃうか。必殺技のあたりに入れない方がいいんだよね。悟空に変えてくるよね。ほい、避けれない。これまずい、これはまずい、マジでまずい。ほい、これまずいな。入れ替えてと。 OK、 さあラッシュラッシュ、ライジングラッシュ避けられちゃうとマジでダメなんだよな。多分ベジータに変えてくるんじゃないかなって思うんだけど、必殺技か。あー、もう悟空は用済みって感じかな。避けてと、突っ込んでと。避けれないんだよね。どうしようかな、これ2回目のライジングラッシュ貯めに行くか。避けた、 OK。 相手結構攻撃連打してくれるんで、ありがたいっちゃありがたいですね。これ詰めて落とせないかな。落とせないか。あ、これ入りそう。入らない。まずいですよ。おい、今楽にしてやる。俺に殺されるべきなんだ。死ぬのはお前だ。突っ込んでみよう。マジか、拳で対抗しよう。これはちょっとまずいぞ。ナイス、素晴らしい避け。よし、詰めて。何してんだ、なんで気力貯めてんの。マジか、これはまずいな。ちょっと避けた、ちょっとここ慎重にいかないとまずいね。いや、これしてる場合じゃないな多分。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、まあレベル1000超えるキャラクターが出てくると、まあ超えるキャラクターっていうか育成の幅がさらに広がるっていう感じですね。はい、もうさらにね PVP が活性化するんじゃないかなと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。 Twitter の方概要欄にリンク貼ってるんで、よろしければフォローの方ぜひよろしくお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。